股下、股髪を縫い合わせる。中表にして待ち針で留め、端から1センチのところで股下を縫います。縫い代は2枚一緒にジグザグミシンをします。左右のパンツを中表に合わせます。片方を表向き、外表にし、裏向き、中表のパンツに入れ、それぞれの縫い代の向きが重ならないように確認してから待ち針で留めます。端から1センチのところを縫ってから、縫い代は2枚一緒にジグザグミシンをします。パンツ本体が縫えました。